デビット・トーマス・ブッシュはアメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグ出身の元プロ野球選手、野球指導者、ウトウミギウチ。2020年シーズンにより MLB のボストンレッドソックスで投手コーチを務める。2001年の MLB ドラフト4巡目でタンパベイデビルレイズから指名されるものの、この時は契約しなかった。2002年の MLB ドラフト2巡目で、 トロントブルージェイズから指名され、契約を結ぶ。2004年7月2日にブルージェイズでメジャーデビュー。2005年オフにライル・オーバーベイトのトレードでゲイブ・グロス、ザック、ジャクソンと共にミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。2006年はリーグ4位のヨシキュー率1.63、同4位のホイップ1.14を記録し、チーム最多の12勝を挙げた。 2007年は3年連続で2桁敗戦を喫するも2年連続でチーム最多の12勝を挙げた。2008年は開幕から4試合で18失点と打ち込まれ、4月下旬にマイナーに降格。1試合の当番を経てメジャーに復帰後は8月には防御率2.12、ホイップ1.00を記録するなど高騰することもあれば大量失点を喫することもあるなど波のある。 投球を続けたが、3年連続185イニングに到達し、リーグ5位のホイップ1.14を記録した。2009年は4月23日のフィラデルフィアフィリーズ戦で8回1島で、無安打無失点の回答を見せる。しかし5月3日のアリゾナダイヤモンドバックス戦から10試合連続で、基本塁打を浴び、6月20日のデトロイトタイガース戦で、打球が右腕に当たり、 三投筋断裂で、故障者リスト入りする。8月下旬に復帰後は7試合で1本塁打に、抑えたが、100イニング以上の投手中、リーグワーストの防御率6.38に終わった。2010年は5月21日のミネソタツインズ戦では1死しか取れずに7失点で、降板。8月11日のダイヤモンドバックス戦では、メジャー大記録となる4者連続非本塁打を喫し、 8勝13敗、防御率4.54、ホイップ1.51の成績に終わる。2011年1月30日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結ぶ。メジャーでは3先発を含む17試合に登板したが、防御率5.79、ホイップ1.50の成績を喫し、7月6日に自由契約となった。 15日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだが、8月11日に契約を破棄し、14日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだ。2012年6月6日、不審により退団したアキリーノ・ロペスの代役として、韓国プロ野球の s k ワイバーンズと契約した。SK では先発として起用されたが4勝に終わり、内容も悪く期待を裏切り、 同年限りで対談となった。2013年はトロントブルージェイズとマイナー契約を結び、一登板のみで10月に自由契約となった。2017年には WBC 第4回大会で中国代表の投資コーチを務めている。2019年にはボストンレッドソックスのマイナーリーグ投資コーディネーターに就任した。2020年シーズンからはレッドソックスで、 投資コーチを務める、ありがとうございます。